品質を守り、真実を永続させる。皆さん、こんにちは。株式会社、世界コインです。弊社の製品を日本に輸入する前に、品質の厳格な管理を実施しております。弊社は今まで取り扱った商品には、鑑定会社の作業ミスの問題で商品を修正に出し直すことは少なくありません。問題のある商品をそのまま日本に仕入れしてしまうと、 また、鑑定会社へ修正のため送らないといけません。したがって販売コストも待つ時間も増加してしまうのです。問題のある商品をそのまま日本に仕入れするリスクを減らすよう、昨年から次の6点を取り組んで、弊社の日本への輸入前の品質チェックを全面的に強化しました。 これはコインの真実性と品質への弊社の強い約束を示し、顧客の利益を保護するための強い決意を示すものでもあります。1点目、商品のホルダーの品質に厳格な要求があります。ホルダーが新しく完全であることが求められます。なぜならホルダーの完全性が価値と顧客がコインを受け取る際の満足度に直接影響するからです。 のののの理念の多くのお客様の完璧を追求すすることと一致しています高い点数で良い状態のコインを例にとるとホルダーが壊れていたり傷があったりするとコインの品質が高くても不安を感じるでしょう同じ点数同じ状態で1つのコインが新しく傷のないホルダーで もう一つのコインのホルダーが傷のあるものであれば、オークションでの価格は大きく異なり、新しいホルダーのコインの価値は古いホルダーのコインをはるかに上回るでしょう。ホルダーまで完璧なコインを収集するために、あるいはそのうち高く転売できるために、多くのコレクターはコインのホルダーを新しく入れ替えることを考えています。 弊社は顧客に完璧な商品を提供することを目指しており、将来顧客がオークションに出品する際に多くの不必要な手間を避けることができます。2点目、PCGSNGC のバーコードをスキャンし、PCGS の NFC チップを慎重にチェックします。このスキャン検査方法はコインの真実性を確保し、顧客との信頼関係を深めます。 PCGS NGC のシステムは完全に誤りがないわけではありません。時にはバーコードとチップをスキャンできない。スキャンされた情報が完全に誤っている場合もあります。 このような問題が発生すると顧客に混乱を引き起こし、コインの真実性に議論を引き起こす可能性があります。このような事態を防ぐためバーコードのスキャンを慎重に確認し、情報の正確性を確認します。3点目、各鑑定コインのラベルが正確かどうかを慎重にチェックします。 これにはコインの種類、年代、等級、およびその他の重要な情報の確認が含まれています。正確なラベル情報により顧客は購入するコインの具体的な情報を明確に理解することができます。ラベルの表記ミスの例を2点ご覧ください。 ラベル情報が不正確な場合、多くの問題が発生する可能性があります。まず、コインの真実性に対する疑念が引き起こされるでしょう。例えば、顧客がこのコインを子供に遺産として渡したいと思い、子供がコインに詳しくない場合、誤ったラベルは遺産の継承に多くの困難を引き起こす可能性があります。したがって、 ラベル表記の確認も弊社の品質チェックの重要な一部です。4点目、PCGS と NGC が提供する画像を慎重にチェックします。正しい画像を通して顧客は購入するコインに対する理解を深めることができるからです。今までの画像チェックを行う際に、お客様のコインの画像が公式ウェブサイトに欠落しているものや一致してないことがよくあります。 これらの問題はコレクターにとって非常に厄介なものとなっております。弊社はコインがまだ鑑定会社にある段階でこれらのミスを解決するよう努力し、コレクターにはすべての面で優れ、評価されたコインを安心して手に入れていただけるようにしています。5点目、評価されたコイン自体を慎重にチェックします。 これにはコインにシミや汚れがないかどうかを確認する作業が含まれます。もし何らかの汚れが見つかった場合、修復サービスを提案し、各コインが最高の状態を保つようにします。弊社は細かい汚れでも商品の全体的な品質に影響を及ぼす可能性があることを深く理解しており、常に警戒して最善を尽くしております。6点目。 コインスラブが割れないように包装と発装に工夫をしております。弊社はコインを厚い半透明の保護袋で包みます。コインの外側にはプチプチススを一層加え、箱の中にはできるだけ多くの干渉剤を詰めます。弊社は自社の商品の品質に対して厳格なコントロールを 課しているだけでなく、弊社の鑑定代行サービスをご利用していただいている顧客のコインに対しても上記の6つの厳格な品質管理を実施しています。弊社は品質チェックのプロセスが厳格で手間であることを認識していますが、これが真実で高品質な評価のコインを提供するための鍵であると信じています。しかし、これらの原則を堅持し、 できる限り高品質な鑑定代行サービスを提供するつもりですが、鑑定結果をコントロールすることはできません。例えば、顧客が自分のコインに特別バージョンの鑑定評価を追加してほしいと望むことがあります。コインの鑑定結果が出た後、自分が望んでいた 特別バージョンの評価を得られなかったことが分かり、特別バージョンの評価を得られなかったことに不満を感じることがあります。しかし、弊社ができることは顧客の希望と要求を鑑定会社に伝えることであり、鑑定会社に顧客が望む鑑定結果を必ず提供するよう要求することはできません。正直に言うと、特定の領域のコインを専門に収集している方々は、 その領域の専門性が鑑定士を上回ることさえあります。しかし、毎日少なくとも数百枚のコインを鑑定しなければならない、鑑定士のコインの状態、審議などの経験は収集者よりもはるかに高いです。弊社のご提供するサービスは鑑定代行です。鑑定を行う機関ではありません。 そのためお客様からコインの鑑定結果に対するお問い合わせには鑑定機関ではないためお答えができかねます。弊社の鑑定代行サービスはお客様からのコインを安全に対象の鑑定機関へお送りする役割を担っております。従って鑑定結果については弊社がコントロールできる範囲外であり、 PCGS や NGC など他の鑑定機関が出した結果に対して弊社には詳細な説明をする資格はありません。その責任も負えません。また、鑑定機関によってコインを評価する基準が違います。そのため、A 鑑定会社の鑑定評価は B 鑑定会社のと異なることはよくあります。どちらの会社の鑑定評価が間違っているとも言えません。 弊社はコインディーラーとしてもよくコインを鑑定に出しております。正直今まで弊社の予測と外れた鑑定結果について鑑定会社に理由を伺ったことがよくあります。しかしそちらからきちんとした説明はいつもありません。鑑定会社になぜコインはこういう結果になったのかと知りたいお客様のお気持ちは十分にわかりお手伝いしたいですがお力になれず大変申し訳ございません。 弊社は鑑定代行業務として可能な限りのサービスを提供することは当然ですが、弊社ができる業務は運送と手続きに限られます。お手数をおかけしますが、鑑定結果についてはご自身で鑑定会社にお問い合わせください。弊社の目標は、初心者とコレクターが真の良品を購入できるようにすること、及びお客様がそれを容易に換金できるようにすることです。 厳しい品質要求が弊社が顧客信頼を獲得する鍵であるのです皆様にお伝えしたい話は以上になりますこれからもより良いサービスを提供できるよう皆さんからの様々な提案や意見をお待ちしておりますできる限り改善できるよう努力いたしますまた人手不足が弊社にとって常に問題であるため弊社の商品やサービスに不満がある場合は まず弊社にその不満などをメールなどでお伝えいただきたく存じます。本日もご視聴いただきありがとうございました。